こんばんは、ロビーラウンジへようこそ。ロビーです。さて、今日泊まる宿はこちら、ブリッツ東京浅草橋です。はい、で今日泊まるベッドはですね、バンクベッド、いつも泊まってるホステル、ゲストハウスとかのバンクベッド型のタイプの、ベッド、部屋なんですけども、今回はドミトリーバンクベッドあるあるをやっていきたいと思います。テンションがいまいちわかんないけど、それでは行こう。副音声の伸び、ドミトリーあるあるバイロビーラウンジ。嫌な音だね。目覚まし止めるスピードいつもの3倍。バンクベッドあるある。見てて思っちゃうね。起きて電気つけると眩しすぎ。ドミトリーあるある。皆さん、これ分かりますか？この状況。あ、ちなみにこれ今いや24時ぐらいです。アイビアの電気は誰かが消さなければずっとついてる。かっこので、ロビーはあーバンクベッドであるある。あれ、何かがない。皆さんもお気づきかと思いますが、枕がない。いやいや、これはあるあるではないんですけど、でも実はこれ本当にあった怖い話でございます。ドミトリーあるある。たまにあるよね。これは別にドミトリーに関わらず、くしゃみでさ、こう結構勢いよく行っちゃった時にさ、手にさついちゃうやつね、あるよね。いや、あるあるだと思う。でも今回のあるあるはまあそれのことではなくて、ティッシュがベッド内にも部屋にもない。まあね、そういうことあるよね。はい、ということで今日のロビーラウンジ以上です。短めです。実はまだあるあるあるんで、次の動画で、お伝えします。それではまた。